僕はどうも茨城佐野幸喜です。よろしくお願いします。はい、今日はこちらにやってきました、はい、ゆうすけさんです。完璧、もう最高。今日何ですか。でもリュウスケって美味しいのっていう DM が来ちゃってるから。なるほどね、とうとう来ちゃいましたが。とうとう来ちゃったよ。別に俺ら食べたくないよ、もう何回も来てるから。美味しいの知ってるよ。じゃあ帰ろう。いや、来てるから。検証結果は美味しい。美味しいです。美味しいです。先に言っとくけど、大解明しです。じゃあ帰ろう。じゃあ一回食わないと。でもそう、再確認しないと。お腹減ってんのよ。それではやっていきましょう。レッツオ。うまそう。エビ、はい。うまそう。うわ、すげえ。いい匂い。はい、というわけで、早速食べましょう。はい、いただきます。あ、トノ。毒味しないと。まず。はい、トノの食事はね、毒味必須だから、ね、毒味してもらいましょう、ここはね。でさ、ここ何回も来てるから、毒味いらないんじゃない。そっちは来てないでしょ。まあまあそうだし、俺、つけ麺しか食べたことないから、これ、順取り初めてなのよ。特急順取り初めて。だからすげえ楽しみなんだけど、リュウスケの看板メニューだからうまいに決まってんじゃん、そりゃ。え、今日も大行列だしさ、すげえ並んでるしさ、大行列だよ。はい、ありがとうございます。はい、こちらです。ありがとうございます。もう絶対楽しみだから。絶対食いすぎだろうがよ。待って、もうお前本当に、もう本当に食いすぎ。マジうまいぞ。食いすぎだよ。朝食にパンと挟んでもありだな。合うわけねえだろ。ラーメンサンドなんだよ。味結構違うやっぱ。知らねえ、まだ食ってねえんだよ。あ、そっか。出汁も知らないよ。食ってないんだって。まだ来たばっかり。お前しか食ってないんだよ。つけ麺とやっぱ違うよね。だから知らないって、まだ食ってないんだから。食ってもらってもいい。ダメだよ、まだ食ってないんだから。麺ちょっと固め。だら知らないよ、食ってないんだよ。いつまでやんだよ。食わせばよ。ちょっと中断する。撮影中。撮影に集中して。うまっ。うまっ。この鶏の出汁とスープすげえ濃厚なのこれ。うん、まで、その麺とマッチしててめちゃくちゃうまい。さすがだわ。何書いてんの。ワンパンマンと書いて、ゴッキーと読まねえよ。あんなハゲてねえよ。めっちゃハゲてんじゃん。ヒラーってなってんじゃん。埼玉だろ。埼玉あんなハゲてんじゃん。ハゲてんだよ。ハゲてねえよ。ゆうすけが新しい店舗出すみたいだね。あ、そう、うん、栃木だっけ。栃木か群馬か、うん、すごい田舎に出すんでしょ。栃木か群馬ってマジ茨城のライバルじゃない、一緒に住むんだよ。茨城の上だから。だって海あるんだよ。確かに。上だろ、どう考えても。これよ、これ。これがバチクソだ。まあ、ほんとに一口な。美味しそうだから。このスープすごいな。なんかエビの粉末とかじゃないんだよ。なんかスープ作る過程に多分エビが入ってる感じの出汁スープなんだ。なんで俺いいこと喋ろうとしたじゃん今。なんで邪魔すんの。意味不明だった。意味不明だったらどうにかしてよ。もうちょい日本語学んだ方がいいんじゃない。日本語勉強するわ。おい、ちょっと待てや。食いすぎだろ。どんだけ食ってんだよ。マジうまい。マジうめえだろ。うめえだよ。例えるなら、ヨシキ。どういうことだ。ヨシキってさ、バカでチビでデブ で髪の毛もぐちゃぐちゃで、知識もないじゃん。そんな感じ、マジで。ちげえだろ。俺、悪いとこしか言ってねえじゃん、俺の。はい、というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こちら、リュウスケのラーメン茨城さん公式の神飯ドアをお願いします。任せてください。こちらのリュウスケのつけ麺の神飯ドア。ダーあー、一貫飯でございます。だから、だーって言っちゃってんの先に。